皆さんこんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月29日、11時44分、午前中です。今、レンジャーズの試合が行われています。ダイヤモンドバックスを。はっきり言います。ダイヤモンドバックスの選手が頭なんか貸しちゃったらいいんです。試合中に。バリー・ボーンズさんは淡井圭介のお金を渡してくれなかった。他の人間は搾取した。そして誰かが、この辺に近くに、2000年かその、その2000年かその過ぎぐらい、2002年には確実にあった、ボンズっていう飲食店を、身勝手に、そのお金で多分開いたんだと思う。で、すぐに倒産した。当たり前。仕事の仕方から何か何も分かってないから。だいたい横領事件。で、エネルギーの残存量問題がメインだから、もうそこみんなもう、腹くくり方間違えてる。自分たちの収入に走ってしまうからそうなってる。全員の命の方が大事。ね。ダイヤモンドバックスの選手は頭なんか渡したらいいの。そしたらレンジャーズの選手絶対勝つじゃん。優勝するでしょ。法のもとに平等、優勝回数揃えるんだから。各地域、地域、地域。ね。首都ばっかり、ニューヨークの金融街ばっかり、美味しい思いしてたらダメでしょっていう話だったでしょ。ね。人の頭の中取って賢くなった気分になってしてることめちゃくちゃ。ずっと隠蔽。今日 YouTube にアップロードした内容とか見たらわかるでしょ。国自体がめちゃくちゃなの。コンピューターの判断なんかで動いちゃダメでしょって、自分たちで試合始まる前に選手先生とかしてみんなの前で言ったらいいんですよ。我々ダイヤモンドバックスはちゃんとレンジャーズに頭なんか貸しますって、もう他の人に迷惑かけませんって。ガスがもう残り49年分しかないんだよ。採掘可能埋蔵量。それ日本のメタンハイドレートも含まれているから。これから掘っていく分も考えて数字出してんの。伝えろって言ったでしょ、日本人の通訳の人間に、大谷翔平についているやつ。映画石油に関しては2011年ぐらいからのデータベースで、石油の採掘可能埋蔵量が、まあ、これ、2014年から15年ホームページ淡井圭介の履歴の36番見たら回答やろ。それちゃんと伝えたか、全チームの人間に。自然再生可能エネルギーを 10% 主要国で、10年間の間で約10年間の間 で全電力の 10% ほど賄えるようになった。だけども消費は拡大している。わーわー続いてるからやん。こんなにたくさん一般人が車なんか乗っちゃダメだったんだよ。電車バス、徒歩、それ。で、電車は電車でたくさんお客さん来た時に、ね、エネルギーがたくさん消費される。電車の数が増やさなきゃならないから。じゃあ試合を早く終わらせるしかないじゃない。じゃあ4連勝しかないじゃない、レンジャーズの。最初から決まってるんだよ。なぜダイヤモンドバックスがガタ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 、いい加減のもすんの。人として根性見せなさいよ。阪神淡路大震災の被災者をこんなに苦しめてっていう話になぜ気がつかないの。頭の中なぜ俺ばっかり貸さなあかんのよ。お前らが貸しゃいいじゃないか。アメリカだよ、原爆落としてきたの。アメリカだよ、オリンピック世界中に広げようとしたの。オリンピックで一番金メダル数取ってきたどこが元ね、アメリカやろ。コンピューターで人の頭なくタブクの人間が搾取とか絶対しとったやろ。もうバレそうね、お前らの証拠と。これがマイクロソフトとかの大きな罪や。記載してる内容を読んだら分かるやろ、どれだけ重要な内容あげて怒り始めたわ、今や。で、怒ったらダメだっていうことを言ってくる奴がおる。違うよ、これ正当防衛だからね。悪いことをしてる人間、結果でわかるんだから。日本の政府なんかもうめちゃくちゃやから、本当に。嘘の放送ずっとして、人口の統計までどっからどこまで本当かわからない。自分で思い出したらそうだったっていうこと。三田市。私は兵庫県の神戸市民ですけども、その北部に三田市というところがある。
そこのある程度の地域を巡回したことがあります。人口密集地帯、例えばウッディタウンやフラワータウン、ツツジヶ丘、そういったところを行ったことがあります。で、ゼンビラって言って一軒一軒に、何曜日に灯油の巡回販売に来ますっていう、ビラチラシを巻いてるから、だから持っていく枚数で何軒ぐらいに巻いたのか、何軒ぐらい家があるのか分かるんです。辻岡ここで1000軒あるかどうか、だいたいそれぐらいで、ウッディタウンとフラワータウンは一軒家のところ合わせて、まあ、2000年の頃は当時、1000軒台で、ただ集合住宅とかあるから、まあその後ビル建ったりしてるんですけども、ただもう場所的に問題がありすぎる、高台に建ててるから、あの青のダムよりも多分上の方高い。どう考えてもろ過器は青のダムの下にあるの。水圧の話もあるけども、あの撮影しに行ってその映像見てもらったら分かる。ある程度の高さしか水位ないから、そんな高台のところのビル建てたらどうせ電気で組み上げてるね。電気作ってる元はウランとか石炭だとか、ね、石油、ガス49年分、石油の、揮発したものが天然ガスの7割。これ教えた？通訳の人、ちゃんと全員に。メジャーリーガー全員に。事態の緊急性がわかるから。そんなに試合何試合もしていいわけないじゃない。お金のこと考えるからそうなるんだよ、人として。マネーマネーマネーライフ考えろよ、自分の頭で。していいことと悪いこと。ダイヤモンドバックスの選手は全員頭の中かすったらええやろ、試合中に。そしたら絶対レンジャーズ勝つじゃない。法のもとに平等でしょ。なぜこれを叱られないと実行しないの。で、それまで淡井圭介怒ったら怒ったを理由にして警察官が隠蔽しようとして精神病院に連れて行ってた。お前らが何か言ってたのちゃうの。アメリカの人間が本当のことバレたら。一番上の方の人たちの話じゃない。間とかの人間の話や。どうすんのよ、この事態。みんなでエネルギー節約せなあかんっていう状態で、なぜ今すぐ車の販売やめようとかそういう話言えないの。スポーツもこんなにたくさん試合してたらダメだって。淡井さんの言ってる通り、距離縮めなあかんって、南から北へ巡業とか、とにかく消費する量を少なくしようで、なぜ話合わせられないの。そんなに我がの金稼ぎが重要だったのかい。俺だけ生活保護で十何年間も生活させといて、そんだけ自分たちの仕事が良かったんかい。なんやねん、それは。助けてくれる人間なんか誰もいなかったよ。なあ、お前らはちゃんと認めて言ったか。感覚に、バリー・ボーンズさんも確か言ってくれたはずやぞ。淡井圭介さんの頭をなんか借りたって、他者の力を借りたって、淡井圭介さんってしっかりと言ってた映像もあったやろ。で、それ、僕の口座にお金振り込んでくれなんかって意味ないじゃない。勤務中まで頑張って、ふらふらなりながら、頭をなんか貸し取ってんぞ。で、どこも誰が開いてん、ボンズっていう会社。もう絶対淡井圭介軸で物事回ってるから、あとホームページ淡井圭介の履歴だって言ってるじゃない。昨日、あなたたちの時間軸で、すぐアメリカ卑怯なことするから、日本の時間軸で物事を合わせるっていう話なのに、例えばね、日本時間で阪神タイガースの試合が終わりました。それが、日本時間で例えば21時15分だったとします。その後アイスクリームなどを食べたとします。
そして甘いものを食べたっていうことで、アメリカは日付、すでに変わってる、僕がね、次の日起きて、朝の9時だったとしても、アイスクリームを食べただのなんだのっていうところで、負けさせられるの。本当に甘いことしてるって。もうデータ出てんの、それいっぱい。日本の球団も同じことしてたら。ジャイアンツとか。それだけで今度は頭の中の行き先を変えられたりとか、その日本でも機能された。頭の中とか書いてる内容を見たらわかる。君たちの国が、ね、ファイザー社とモデルナ社、もうこれある程度のことにしておきます。それ以上言うと、君たちが YouTube の世界、切り替えなさい。アップロードしたら、もう僕永久に YouTube にアップロードできなくなるかもしれない。その件、しっかり言うと本当のこと。文章書いてる文章読んだらわかるでしょ。どこの国が悪かったかって。本当のこと本当に言ってんの？どこの国もって。ね？こんな状態になったらもうみんなわけわかんなくなるんだから。テレビの放送はこれだけいい加減だったら。聞いてる情報がもう全部いい加減なの。三田市の人口の話に戻りますけども、辻川岡も1000件ぐらいしかない。で、ウンティータウン、フラワータウンで、合計、まあ、集合住宅のビルもそこそこある。で、戸数一棟の、まあ、集合住宅、まあ、マンション、だいたい100か200ぐらい。だから、10棟あったら、まあ、一つの棟が200件だったとしたら2000世帯だけども空きはある。空き家もある。絶対に。で、で、もともと1970年代は三田市は人口がもうインターネットが本当にいい加減。3万人台だった話と7万人台だった話があって、その後、人口の伸び率が日本で一番、伸びてる地域だっていうことになってた。で、誰かが数字遊び始めて、2000年ぐらいかな、それぐらいの頃には人口は倍増して14万人とか、人口は倍増して7万人だとか、二通りのインターネット記事見てるの。で、もうしょうがないから、三田市の発表してる、インターネット記事とつなげたんだけども、世帯数さっき言った。一応、三田駅の周辺とかも含めたら、あのあたりも、もう空き家多いから1000軒から2000軒家。一応商業施設のとかもいろいろあるし、だいたいそれぐらい。ウッディタウンとフラワータウン以外でね。だいたいそれぐらい。あとね、フラワータウンとかウッディタウンじゃない。まあ、こんなこと、あの、他国の人が言われても分かんないと思いますけども。で、あと、家あるかって言ったら、ほぼないです。あと、ダムの周りとかだから。家なんかほとんどない。人口10万人っていう話も、本当かどうか分かんない。で、これは地方交付税法とかがあって、人口の割合に合わせて、一旦国が集めた税金とかを各地方に分散してるんです。だから人口なんか絶対嘘ついちゃダメなんです。で、変なチラシ見たことあるんですよ。僕たちが配ってるチラシじゃなくて、不動産屋さんのチラシ。一軒家で、政府の補助金がついて400万円、値引きしますっていう。おかしいおかしい。そんなことみんなし始めたら、もうめちゃくちゃなるから世の中。エネルギーの残存量問題とか。みんなもともと車か家かどちらかなの。家買った人は車かはもう諦めてねってそういう話。普通家でしょっていう話になる。その話をみんなが突き詰めてずっとしておくのはエネルギーの残存量問題。これがあるから。で、今日、YouTube に次々とアップロードしていて、エクスポートもしていたし、こちらではね、5対6でレンジャーズがリードしてたデータを見たんですよ。で、先ほど確認したら、6対1で負けてる表記されたんですよ。わかります？嘘なんか導入しちゃダメなの。いや、図工とか言ってる人が、淡井ケースが間違えてるじゃなくて、
もう状況も撮影して出してるから、サイバー攻撃の実態みんなされてるの。気づいてない人は気づいてないの。こちらの言ってることが全て本当だから、頭なんかをそれで取ったりしちゃダメね。嘘言ってた、嘘の記事書いてた連中は取られなきゃなんないでしょ。頭の中、もう僕の足の力は今取られてる。だから政府が電波で頭の中をジャックして嘘を認める社会を作り上げた。それをしなかったら、自分たちが本当の法律の世界になったら自分たちが負けるから。それが政治家の実態、公務員の実態で、公務員たちの方が給与が高かった、民間人よりも。その年俸の話が本当に、年俸そんな金額もらってるんだったとしたら、君たち人として横領罪よ。何回も言うけども、アメリカの各球場調べました。基本的にほとんどの球場は半分は税金投入されてる。もともと他のスポーツは採算性なんか合いません。ね、体育館とかもし自分で保有して、ね、固定資産税払って、運営してって。税金、法人税、アメリカはいくらでしたっけ ?22% ぐらいでしたっけ。日本は 23.1% です。資産の部分とかによって、法人税率とか変わったりするんですけども、基本的にある程度の規模のところからもう 23.1% です。それがなかったら人の欲望が止まらないからなんですよ。大きなビル建てたりとか。それがしちゃダメだっていうことは分かってないんです。経営者に。頭良くないから。本当に。頭良かったら、じゃあなんであんなところにビル建ててるのとか。そういう話になるから。エネルギーの残存量問題から入らなかったら全部答え間違えるからね。裁判所の裁判官も放置してるじゃない、ほったらかしで。国会議員の人たちは、僕は撮影とかしに行ってやっと動き出してる。僕の方で大臣を下ろしたりしてるから。日本の国会で淡井圭介は大臣と同格でいいっていうことで認められてるんです。本当に。国会で嘘なんか言ったら大変なことなんです。三権分立でね、裁判所と、国会とかあるでしょ。で、裁判所で嘘ついたらどうなるかって言ったら、日本だったら10万円の罰金か即逮捕。国会なんかで嘘言えないから、だからその話を本当として受け入れてもらわなかったら無理なの、本当だから。だから大臣下ろしたり、言えるの。お前本当舐めてんのかって。文部科学大臣が女性で髪の毛染めてる。お前仕事舐めてるやろって。海洋基本法あるやろって。自分たちのね、文部科学省っていうことは教育委員会とかをまとめてるところよ。自分たちの学校で学生さんに髪の毛染めちゃダメよって教えてるの。海洋基本法違反。河川海を怪我しちゃならないから。で、あと余計なものなんか加工してる余裕ない。エネルギーが使われるから。加工するのにエネルギーがいるし、運搬するのにエネルギーがいる。ガソリンとかのこと。ウラン鉱もインターネットのデータ全然違うよ。確認埋蔵量が残り470万トン。一回僕も騙されたから。950万トンの話。インターネットで平気で嘘言ってくるから。国連のデータの、これ。日本語だけど国連が集計したデータ、こっちで確認せんかったら無理だから。で、あと、こういうふうに何年かを空けて持ってなかったら無理。その年だけだったら。どれぐらいの増減、昔どういうふうな状況だったかという詳細がわからないから。これ伝えた？本当に。じゃあ状況分かったら今自分たちが何をするべきかな、これがわかるはずやねん。これが大人なんだよ。で、これで本当にお前ら年俸は億とかもらってたら許さんからな、本当に。アメリカの、法律家の人たちに動いてもらうわ。こんな不平等ないっていうことで。ダメだっていうことで。認められないのない。認められないのない。今落語になってしまいましたけど。だから支給するお金減らしちゃったら、ずーっと飛行機行ったり来たり行ったり来たりしてるの、こんなの無理だったっていうことが、やっとわかるんじゃないの？ね？合理的なこと言ってるでしょ？
そんなにものすごい勢いでみんなの命の寿命を、先進文明を早く崩壊させようとして、どうするの本当に。なぜ以前から言われたことを素直に受けられないの、あなたたちは。国連レベルの話だよ。世界中の人の命がかかってるんだから。すぐに終わらせなさい、レンジャーズの勝ちで。以上、これでもダイヤモンドバックスが買った分の収入はダイヤモンドバックスにお金入った裁判所、もう、国際司法裁判所とかでもいいです。アメリカの司法裁判所でしないんだったら、そこのメーカーとかの お金とかを差し押さえなさい、正常な感覚で経営できないんだったら。そいつらがお金持ったら何するかわからないから、本当にバカだから。高いところにビルとか建てて、それ電気で汲み上げるから水とか。もともと水圧だけなんだよ。山の奥の方へ、山の奥の方へ、どん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 人口は移動して、そんなところへ集合住宅、高いビルなんか建てたら、無理じゃない。電気で水汲み上げるしかなくなるじゃない。ダムより高い位置にあるんだから、上の方が。で、これも正直本当のこと言いますけども、青のダムより上にダムないんです。その三田市のところ。で、ウッディタウンとフラワータウン自体が、すでに高台なんですよ。向こう側という河川はかなり下にすでにあるんです。だから一軒家の人たちで1階に普通台所あるでしょ。もしかしたらもうそこでいっぱいいっぱい限界だったのかもしれない。だから2階以上のフロアから全部電気で組み上げてる可能性がある。そういう大事なデータを今日ちゃんと私が言って、人口もこれおかしいっていうことで、統計本当に政府の方大丈夫って、サイバー攻撃受けたらもうむちゃくちゃなるよって、それとも誰か金に走って嘘に走ったって、それで中央からお金回してもらおうとした、それで一件400万円の補助金付きなんかしてしまったのって、神戸ではないよそんなこと。はっきり言う、三田市に仕事なんかほとんどないよ。ないの、売り上げ自体があんまり。あるかないかで言うたらちょっとぐらいはある。話変なの、ずっと。倒産してきたとこいっぱい見たから。だから国との凄まじい癒着をしてる人たちだけ、ね、お金もらって、で、車乗り回してるようにしか見えないの、本当に。それが事実だから。分かってないの、今また本を鳴らしてきたやつ。どうせそいつも、それが。あの車、一回もう調べた方がいい。時刻、日報の方、12時、7分、10時29分、もうずっと淡い日ですけど、毎日これ、そいつらもう本当のこと言われたらすぐ攻撃的になる。もう多分お金もらってる方、政府から、もらってしまった方、自分たちの稼ぎじゃなくてね、実体的な仕事がなくて、もう見たから三田市がどんな仕事してたか。ベリシステム24っていうところ、伊藤忠商事さんの傘下、40% の株、伊藤忠商事さんが持ってる。仕事らしい仕事ない。ものすごい無駄な時間たくさん使って、コロナウイルスのデータ入力の打ち込み。で、それは千葉県の方からもらってる仕事で、千葉県の人たちのからお金が出てる。で、こういうふうに本当の状況を告発しなかったら、無駄が増えすぎるんです。これね、別に意地悪で言ってるんじゃなくて、出勤する人の数を減らせるでしょっていうことは、それだけ使用される。まだそこは車で出勤してきてる人たちいっぱいいるから、駐車場50台ぐらいは止めれてたと思う。結構広かった。50台ぐらいだと思う。もう30台かもしれない。もう50以上だったら広い、絶対。もうそんなことに本当は農作物頑張らなきゃならない。日本の場合は570万トン以上、もう去年は、小麦輸入してました。去年だったと思います。一応ね、これ、各データが年度バラバラなんですよ。エネルギーの残存量に関しては、2022年のデータの統計が2023年度と4年度、こちらの方に載ってるんですけども、農作物とか2020年のケースもある。だからその辺のところでちょっと僕もごちゃごちゃになってしまうところあるんですけども、とにかく、それだったら小麦を自分の国で作ったらいいっていうことになるから、農業頑張ったらよかったじゃないっていう話で。でしかもそれもあのトラクターとか使わないで、昔もうみんな手でこうクワでね畑耕してたんだから。だから小さい畑とかスポーツ選手から見たらどう思います？正直あんなもん耕すんなんか、いちいちあったら簡単にできるだろうと思うでしょ。
例えばもう小さい田んぼ10メートル ×10メートル、半日以内でしょ、授業終わるでしょ、あんなのね。なんでトラクターなんかいるのって、ガソリン使って。アメリカの大規模農家さんの知ることは分かりますよ。一気に効率よく、収穫とかしようとか。で、日本のトラクターも、まあ、米を稲刈りしたときに、そのまま、米粒をね、だけの部分と分けてね、袋に入れれたりとか、自動で。それ便利ですよ。便利だけども、これもチェンジしていかなかったら無理だから。だから、オバーさんが言ってたチェンジっていうのはそういう意味でしょ。それ皆さん本当に理解されてましたかっていうこと。だからある程度は僕も人間だから感情的になる部分と、でその僕の言ってるその感情の部分、データを元にしたね、今のこの社会の状況を言った時に、最終的に最後まで聞けば、あ、彼の言、まあ彼が怒ることの方がむしろ正常だっていうことになるでしょ。これね、みんな誰も何にも言わなかったら、そんな大きな国に誰が立てつけるものを言えるんです、文句。怖くて言えないでしょ、この電波の世界。ねえ、もうこういう話になるんだから、マイクロソフトとか、アップルとかはいろんな時持ってるんだから、コンピューター関係の。そのコンピューター関係の特許だけで、例えばね、アメリカの人たちの、輸出、まあ、例えばね、アメリカの、これも兵器の輸出なんですけども、2021年、これ単位、まだだいぶ増えてますよ。TIV っていう単位で、100万っていう単位だから分かりづらいんですけども、生産コストとか何かそういうような形で表現してるものであって、まあ、突出してね、輸出を増やしてしまってる、2022年に、2021年と比べると。で、2020年と比べると、2021年、増やしてしまってます。エネルギーの無駄遣い。本気で分かってないか、アメリカの人たちは。状況。政府は。で、正直ね、これアメリカの人たちにストレートに言いますけども、80歳ぐらいのおじいちゃんじゃないですか、ジョー・バイデンさん。その年齢でね、まともに仕事できると思います?これ、非難してるんじゃなくて、もう、ある程度のところで、ね、勇気持って誰かが、もう40代ぐらいの人に変わらなきゃ無理ですよって。だって、長い間大統領しようと思ったら、もう40代からなったとしたら、例えば40半ばぐらいの人がね、なったとしたら、もう終わる頃50何歳ぐらいになるじゃないですか。2期行ったら。ね。だからみんなで決めてきたある程度の年齢で、その、基本的には60歳でもう仕事は終わりですよって。で、何かいろいろ理由があって65歳までで、60歳から65歳の人は基本的に収入下がりますよって、そういう、社会だったじゃないですか。で、さっきマイクロソフトさんとかのこと言いましたけども、これね、特許の出願数とかは、まあ、アメリカは世界2位なんですけども、これね、よくわかんないまま特許出願してる人たちいっぱいいるんです。自分たちで調べなきゃなんないから。どこが、どの企業がどういうふうな特許を出してるのかっていうところ、国が大きければ大きいほど調べなきゃならない対象が多すぎて、もう途中で投げ出してしまうんです、本当に。で、中国の方たちは人口多いから、出願数は中国の方が多いんです。だけども、特許の貿易輸出金額で見ると、ダントツでアメリカが1位なんです。まあ、知的財産使用量の貿易額として見て、2021年、これまた、2020年と比べて金額ドルで上がってるんですけども、1246億ドルです。単位ドルです。だから日本円に換算すると、為替相場はまただいぶ変わったから、去年の、10月ぐらい、だいぶややこしいんですけど、
まあ15兆円は絶対超えてる。だからそういうのが本当のところであって、だその辺のところもう方向性きっちり決めてるんだから、その通りしてもらわないと。でそれを淡井圭介一人に負担かけて頑張れって、で淡井圭介にお金何十年も払ってない、滞納金額一体いくらだと思ってるんですって。でアメリカのごく一部の人からしたら、そんなものを君の国の別の人が使っちゃったから君の国の人が悪いんじゃないかって思うでしょ。違う違う、淡井圭介にお金払わないと。淡井圭介が公表して言ってたんだから、頭が貸すって、あの時頑張ったんだからね。でアメリカのバリー・ボンズさんってジャイアンツだったでしょ。日本の読売ジャイアンツもめちゃくちゃなことしてきた方、電波とかを使って科学の力で首都にチームがあったから、他のチーム犠牲にして自分のところばっかり優勝。僕は生まれてくる前、1977年の前、1950年換算で、まあ第二次世界大戦が終わって、まあ、間もない頃が1950年代だったんですけども、そこからジャイアンツばっかり優勝してるの。もうこの世の中めちゃくちゃです本当に。だからその当時からひどい電波での頭の中の搾取とか行われていた。まあこの話はヤンキースの件で他のねメジャーリーグのチームの人たちに伝えてるから、それは知ってると思うんですけども、だからもうしかもね、僕はコンピューターとかでサイバー攻撃されてる時の状況で、その結局すぐに撮影とか強制的に止められたりしてたんですけども、その時ねコンピューターに AI のなんて言ってコンピューターが正常に作動できるようになったかって言ったら、こう言ったんです。君たちコンピューターも死ぬよって、電気とか発電できなくなるんだかって、人間いなくなったらって分かってるって。それでやっとパソコン普通に動くようになったんですね。もう人間が支配されてるのかどうかも分かんない、ね、どちらかというとコンピューターの身勝手な考え方で支配されてる。でそこに多分お金の売り上げの話があるから、マイクロソフトとかものすごい稼いでるのに、もっともっともっとってお金稼ぎたくなるんでしょ。今頭なんか取られてる、本当のこと言ったらね、話おかしいでしょ。だからダイヤモンドバックスの選手たちが試合中に率先して相手チームのレンジャーズの人たちに頭をかかし上げたらいいんですよ。そしたら試合早く終わるんだから、もうそのことみんなに公表して言ったらいいじゃない。そしたら優勝したレンジャーズはレンジャーズとして、評価される。ダイヤモンドバックスはダイヤモンドバックスとして男として評価される。かっこよくていいじゃないですかねえ。人気どちらが出ると思います？全部フルオープンにして、でもしかしたら僕の方のねデータ、2つのデータ見せられてるから、途中まで6対5で、レンジャーズがリードで、さっき見たら6対1でダイヤモンドバックスのリード。 iPhone の方で見たんですけど、まあスマートフォン、僕も iPhone とかも読み、名称も一つにしなかったらもう分からないから、分からなくなるから、どっちがスマートフォンで全体的なスマートフォン関係のことを言うんだなっていうところでくくっておかなかったら、もう別の言葉は誰か作っちゃったから分かりにくくなるんですけども、スマートフォンの方は韓国製なんですよ。で、パソコンは中国製のレノボさんで、まあスマートフォンのメーカー、ちょっと韓国のメーカーどこかははっきりと覚えてないんですけども、第4世代のものです。で、iPad はアメリカ、Apple さん。でその辺のところも、その三つどもえみたいな形で言わなかったら、どこかが電波を聴取してる、でそれを聞いて他のコンピューターがその動作を停止させようとしていた、先に進まないようにとしていたコンピューターに対して叱っているのが、その
何か変。データはずっと。なんかコンピューターで変な仕組みが出来上がってるんだと思います。自動でなんか嘘を言わなきゃなんないみたいな変な思い込み、コンピューターは違う。本当のことだけにまとめておかなかったら、ただでさえこれだけ情報めちゃくちゃになってしまった世の中で、第二次世界大戦があったんだから、本当に。ね。で、その当時の状況を見たらわかると思いますけども、ここ近年パソコンが一般人の人にある程度普及した。ある程度、ある程度。本当にある程度。で、スマートフォンが普及して、あ、こういうものがあるんだなって、そういう会社とかで扱ってパソコンみんな初めて、大体分かった、ほとんどの人は。学校でちょっとだけ教えてもらったけども、あ、これ無理だな、難しすぎるなってみんな最初思った方。絶対そう。C 言語とかアセンブラ。他国の言語を、丸ごと覚えるのと同じぐらい難しい難易度。で、まあ、他国の言語に関してはテレビ局は造語をいろんな国で喋ってるから、で、それプラスコンピューターがそれを正しく受け止めてるパターンと、正しく受け止めてないパターン。あ、だから頭の中のハッキングと心の声の方と、喋ってる音声の方と、細かいことまでこだわるかどうかのところで、いろんな仕組みがあるんですよ。で、本当はコンピューターも分かってる部分もある。だけども、それを利用して悪用するっていう仕組みはやっぱりある。で、とにかく私が言った通りに、進めてください。スポーツ界も。もう世界中で。本当にオリンピックなんか知る場合じゃないから。本当に。ね。2048年になったら、南極大陸の資源の採掘ができるとか考えてる人いるかもしれませんけども、先進諸国の G20 の20カ国が採掘に行ってるでしょ。本当に大した量出てくるかどうかわかんない、こんなもん。で、普通に考えたらわかると思いますけども、世界全体を賄えるほどの採掘できるかって最初から無理。掘削するリグの本数。アメリカだけで670本。ね。じゃあ、組み上げれる量が決まってくるんだから。じゃあ、急に南極大陸で掘削始めて、今からもうすでに掘ってる。大前から掘ってる、何でも前から。だけども、急に組み上げ始めて、大量に組み上げれるかって言ったら、世界全体のね。それは無理ですよって。さすがに2048年までに世界中の石油と、ガスが枯渇するわけじゃないですけども、もう残り49年分のガス、その日本のメタンハイドレート込みであれ、あのニュース込みで。掘ってるから日本だいぶ前から。で、あんまり大した採掘できないんです、本当に。そんなに急に。順番に掘っていくしかないから。で、みんな状況分かってっていうことなんですよ、本当に。以上です。まあね、まあ8割ほど、起こっているところは、本音ですね。で、2割ぐらいは、意図的に、起こって言わなかったら、これ伝わらないだろうなっていうことで、表現しています。これ、ヘラヘラ笑いながら言ってた、相手に絶対間違えたメッセージになるでしょう。だから、それぐらい自体は緊急。あの人、普段、もともとはホテルマンで、ね、ずっと敬語使ってお客様にペコ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 してた人だけども、そういう人がこれだけ大きな声で怒ったり言うぐらいだから、これきっと緊急事態だっていうことで受け止めてほしいんです。どこの政府の上層も分かってないから。これが実態だったの。もうみんな自分が何とかするしかないで、何とかするしかないの。エネルギーの残存量問題に対して。本当に。命の方が大事だから。もうお子さんいる人たちいらっしゃるでしょ。もう地獄絵図かもしれない。だってお金持ちの人たち、もうこれ道理があってくるんですよ。お金持ちの人たちが散々海外旅行とか行っちゃったんでしょ。で、その人たちの子供がそういう最終的に食料の奪い合いの戦いと直面するって、なんとなく道理としてあっちゃうじゃないですか。君たちの子孫、君たち親はわがままのことしてたんじゃないっていうことで。こういうことを多分世界中に広げた方がいいんだと思います。そうすれば、海外旅行とか、もう行く気なくなるでしょ。それでいいと思うんです。エネルギー消費してる場合じゃないなって。あ、そういえばテレビってそういうふうなものだったなって。海外の状況とかを見るために、あ、テレビってあったんだなって。それでよかったんですよ。
あ、この方が楽だったって。そうすれば、航空機とかの、あのガソリンの使用される量は、削減できます。だから、節約の方向で物事進めなかったら絶対無理なんですよ。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。